公式ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。ドッグデイズミルフィオレフィリアンのビスコッティ役の堀江優衣です。皆さんこんにちは。ドッグデイズリコッタエルマール役の水木奈々です。2011年4月より放送中のドッグデイズ、皆さん楽しんでいただけていますでしょうか？毎週見てくれてますか？お願いします。はい、というわけで、はい、アフレコの方も順調に進んでいるんですけれども、はい、みんな結構仲良くて楽しくやってる感じなんですけど、うんうん、はい、うん、なんかキャストの人数がとっても多いので、い、ね、もうしかもこう幅広い世代の方が大集合してるので、うんうん、すっごい楽しいです。なんかもうどっかでキャッキャしてる感じ。そう。で、なんか本当に休憩中もそうだし、うん、あとアフレコ中もね、すごく和やかなムードで。和やかで。テストの時とか結構みんなめちゃめちゃみたいな。うん、そう。すごくやっぱり1話から一気にキャラクターが登場するので、うんうん、はい、こう自分の個性をこうやっぱ出していかないと、キャラクターを覚えてもらわないとっていうのがみんなやっぱりあって、なんかすごい振り切ったお芝居をしてる人がすごく多くて、いますね、もうみんなでそのアフレコをやってる姿をこう後ろで見ながら、そうツッコミをしてて、そらないよねとか、持ってるねみたいな、なんかいろんなツッコミが入りつつ、なんかただでさえ、ご本人もキャラクター濃い方多いのに、さらにキャラクター濃くなってますもんね。そうですね。だからもう、本当にアミスケとかとも、いや、毎週ここに来るの楽しいね。まあ、アミここ好きってずっと言ってた。アミさん本当伸び伸びいろんなことしてる感じがね。そうそうそう、翻訳のレオ様っていう役をやってるんですけど、うん、レオ様もそうですけど、うん、他の役もすごい楽しそうに、そうそう、いろんなところで皆さん実は金役もね、密かにやってたりするので、はい、見どころ満載なんですよね。見どころ満載ですね。はい、ガヤも楽しいね。いや、ガヤも楽しい。いや、言いたい。この世界は、こう、戦がね、こう、工業として行われてるので、うんうん、こう、スポーツみたいな感じ、うんうん、オリンピックが行われてるような。アスレチックで、そうそう、こう、勝負してるみたいな感じの世界観ですよね。ね、うん、この、ほほんとした空気が流れてるんですけど。戦いで、うわーってやると、ボーンってなって、猫玉に変わるみたいな。そうそう。で、犬玉に変わるみたいな。そうそう。はい。そんな感じの世界観。そう。だから、アドリブがね、みんなすごく伸び伸びと、うん、そのみんな猫玉犬玉になりたい、なりたい、いやって言いたいみたいな、そうそうそう、そんな感じに。だから男性陣も張り切ってやってるので、うんうん、いつもこう小野さんをねいじったりとか、あと小屋さんのニャーニャーが可愛くてみんなでいじってみたりとか、そしたら、うん、にゃーは言いたくないよ、ワンはいいけどって、その境目は何なんですかみたいなこと。ずっとにゃーは嫌だ、にゃーは嫌だ。とか、なんか戦の、こう、なんか合戦のね、声に紛らせて、人の名前言ったりするの、うんうんうん、あ、奈々ちゃん助けてとか言ったりするから、やめてください、シーシーとか言って、そんなこと言ったら、竹人って言いますよ、みたいなこと言ってたりとか。まあまあ、いるかもしれないもんね、その、そうそうそう、兵士の中に、ね、兵士の中には、奈々ちゃんって言うんだよ、とかも結構みんな本当伸び伸びと伸び伸びやってますね。いつもなんか本当に楽しくて、うん、結構なんか突っ込む人、突っ込まれる人たくさんでやっております。はい、はい、そして、うん、どう？リコッタちゃん、リコッタちゃんは、うん、こう王立研究院の首席という、うんうん、とても頭のいいキャラクターで、うんうん、すごくね、いろんなものを開発、発明して世に送り出してる人なんですけど、うんうん、見た目はね、もう子供なんです。もうちっちゃいのだよ、ね、すごい可愛くて、とてもそういう、うん、頭が切れるタイプに見えない。見えない。でも、そのギャップがね、私はすごい可愛いなと思ってて、本当にこう、いつもこう、うんうん、明るく元気で、周りを本当にこう、わーっとね、笑顔にさせるような存在なので、うんうん、こう、頑張って演じて行きたいなと思ってます。そして語尾が可愛いよね。であります。なんかこう語尾だけそのいつもでありますだよね。そうなんです、うん、それがすごい可愛くてお気に入りです。なんかやっぱそれも姿とギャップがあって、うん、いつも可愛いって思いながら、うん、あと水木さんの私アドリブをすごい楽しみにしてるんで、本当嬉しい、はい、これぜひ皆さん水木さんのリコッタちゃんのアドリブを頑張ってます。細かい部分もいっぱいついてるんで、ぜひお聞き逃しないように。はい、はい、お願いします。そして、はい、姫、ミルフィ姫、姫どうですか？いや、もう本当にミルフィオーレ
というキャラクターは、あの、お姫様で、あの、本当にこう、領主をやってるんですけど、国民の皆さんに慕われて愛されてるっていうキャラクターなので、毎回とってもプレッシャーに感じつつ、すごい可愛い。もうなんかもう、本当、あ、もう、ゆいちゃんそのままって思いながら、いつも癒されるなって思いながら見てます。ありがとう。その言葉でもうちょっと頑張る。いや、でも本当に毎回それをプレッシャーに感じるぐらい、でも、あの、可愛くて、本当にピュアで純粋で、もうまっすぐな、あの、キャラクターなので、そういうなんかこう優しさみたいなものが滲み出るといいなと思いながらいつも演じさせていただいてます。はい。ね、歌もね、そうなの、登場するからすごい私も楽しみで。楽しみにしないで。なんで、なんで、なんで、楽しみだよえ、でも本当にミルヒの歌は、あの、とてもいい曲で、実はお姫様ながら、歌手もしている。という設定なので、ね、そうそう、あの、時折ですね、あの、コンサートを行っているシーンなんかがあるんですけれども、で、ちゃんとね、あの、光エム。そうそう、サイリウムじゃなくて光エム。ちょっとどっかで聞いたことあるね。ものをみんなで持っていたりするんですけど、それを振ってこうみんなが応援してくれてるみたいな、こうライブのシーンがあったりとかするので、ね、その辺もぜひお楽しみにしていてください。そして、ドッグデイズのブルーレイ DVD 第1巻が2011年の7月の27日に発売になります。はい。ブルーレイ DVD には特典ディスクなど盛りだくさんの、完全生産限定版がありますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。そしてそして、私が担当させていただいています、ドッグデイズオープニングテーマスカーレットナイトが4月13日に発売になります。わーい、ありがとうございます。どんな曲、どんな曲。めっちゃかっこいい曲です。かっこいいよね。かっこいい。そう、なんかこれからこう 大切なものを大切な人たちを守るんだっていう、こう決意がこう現れている、あの、真の強さが溢れている、曲です。でもただ強いだけじゃなくて、こう母性的な、こう、あの、みんなをこう包み込むような、こう愛も感じられる曲なので、ぜひ皆さんに聴いていただきたいです。もうアニメもね、すごい、もうね、かっこよかったの、鳥肌立ったぞぞぞぞぞって。そう、みんなの戦闘シーンもそうだし、あの、キャラクターたちのね、もう本当笑顔がいっぱいで、もうなんか、はぁ、ジーンって思った、ね、すごいかっこいい。作詞もしたんだよね。頑張りました。おー、すごい、はい、もう本当にこう、あの、ドッグデイズに登場するキャラクターたちってみんなまっすぐで、なんかこう大人も子供も関係なく、こう大事な人に大好きってこう素直に伝えられる、本当ピュアな人たちばかりで、あー、でもそういう気持ちって本当に大事だなって改めて今感じていて、それを言葉にできたらなと思って詩を書かせていただきました。なのでぜひ歌詞の方もチェックしてみてください。そしてそしてですね、私が担当させていただきましたですね、ドッグデイズのエンディングテーマ、プレゼンターという曲なんですけれども、こちらがですね、5月の25日に発売になります、この曲はですね、あの、まさにフロニャルドへようこそみたいな、こう気持ちを込めて、そう、なんか爽やかで、で、なんて言うんだろう、あの、本当ミルヒの人柄が溢れてる、なんかこう神々しいっていうか、なんか聖なるイメージがすごいあって、あ、ありがとう。なんかもう聞いてすぐ気に入っちゃったよ。ありがとう、すごい嬉しい。すごい素敵な曲、嬉しい。なんかこう割とあの世界観のこう爽やかさと、そしてあのシンクが、こう戦闘シーンとかのこうアスレチックを駆け抜けていくような、ああいうなんかこう疾走感みたいなものをこうテーマに歌わさせていただきました、はい、本当にあのこのドッグデイズの世界観に合うといいなと思って作った曲なので、ぜひエンディングまで全部見てください。お願いします。お願いします。あとですね、ケンポさんでのいろんな企画も考えておりますので、そちらの方もホームページでチェックしてください。はい。ドッグデイズ、ミルフィオーレフィリアンのビスコッティ役堀江優衣と、リコッタエルマール役水木奈々でした。バイバイ。